エゴン・ペトリはドイツ出身のピアニスト。オランダ人の両親のもとにハノーハーに生まれ、ドレスデンに育つ。父親がバイオリン奏者だったため、幼児期はバイオリン教育を受け、10代でドレスデン宮廷学団員に採用された。幼児期からピアノを学んでいたため、次第にこの楽器に傾注するようになり、フェルッチョブゾーニの訓当を受け、大きな影響を受ける。 レパートリーの中心はバッハやリスト、ブゾーニの作品であった。第一次世界大戦中はブゾーニに従いスイスに移りバッハの鍵盤楽曲の工程作業を手伝う。1920年代にベルリンで教弁を取り、1923年にはソ連で初めて演奏した外国人ソリストになった。1927年にポーランドのザコパネに移る。 1929年からたくさんの録音を始めた。第二次世界大戦が勃発するとアメリカ合衆国に逃れ、コーネル大学や後にカリフォルニア州オークランドのミルズカレッジで教弁を取った。1962年にバーグリーにて高い、アール・ワイルドやジョン・オグドンなどの門人がいる。ありがとうございます。